すぐ君にこの想いが届いていますか。今回ご紹介するお店は新潟市中央区にある酒山益男商店。お邪魔したのは七瀬優さんです。あの鮭の写真が美味しそうでずっと食べてみたいと思ってたんだよね。わあ、お魚の香ばしい匂いがもう漂ってる。おお、美味しそうな鮭の切り身、たくさんの種類が並んでる。すごく綺麗な店内、落ち着く感じ。うわあ、何ここ、個室もあるの？かっこいいお部屋。間接照明もあって和風でモダンな感じ。おしゃれな空間。どれにしよう。今日は特別な日だからな。今日はサーモンの中でもキング。キングがついたキングサーモン膳にしようかな。サーモンの切り身でもいろんな味付けがあるんだ。今日は初めてだから笹川流れの文字を寒風越しにしようっと。思い切っていくらも注文しちゃおうかな。福小豆を使った有名なおはぎがあるんだ。うわー、大きい肉厚、これは美味しいに違いない。うわ、来たよ、私の大好物、このどら焼きケーキみたい。今日はイリュージョンショーを頑張ったご褒美の日。いただきます。今日はこのキングサーモンを消してやる。ジュワーって脂が乗ってぷっくり、ふわふわ、うわ、とろっとろな食感。ご飯と合うよね。うわ、いくらでもご飯進んじゃう。止まらない。この味噌汁めちゃくちゃ癒される。この箸休めがあると嬉しいよね。ちょっとした気遣いがいいね。このわさび菜ツーンとして香りもいい。あ、これしっかりとした出汁の効いた卵焼きだ。和風出汁の効いた優しいお味、落ち着く味だな。私も日々豆に働いているつもりです。黒豆美味しい。大根おろしが船のお皿の上に乗ってて可愛いな。やっぱりキングサーモンにも大根おろしが合うよね。見合った。おお、プッチプチ、しかもしょっぱさもマイルドでちょうどいい。さあ、待ちに待ったご飯との共演だ。いくらちゃんをご飯にのっけるぞ。最高、ご飯が進む。ふきの香りがしっかりとした味わいを引き出してるよね。さあ、海苔をパラパラご飯にかけて、この丸く輝く宝石のようなイクラちゃんたちを乗っけて、次に鮭をほぐしたのをご飯に乗っけて、贅沢丼の完成じゃ。
このイクラちゃんも全部一粒残らず全部かけちゃえ。全部胃の中にあっという間に消えちゃった。大満足イリュージョン。あ、マントだけ残してっちゃったけどね、今度取り返しに来よ。ごちそうさまでした。ケヤママスオ商店特製の小豆が入ったどら焼きいただきます。うわ、めっちゃめちゃマイルド、甘みが抑えられてて、これは好きな味。あ、バニラアイスみたい。バニラアイスみたいな味だ。めちゃくちゃ好み。もうこれケーキみたい。めちゃくちゃ合う。どら焼きといえば発散な食べ方だよね。おいしい。ドラえもんも喜ぶこのどら焼き、ごちそうさまでした。あれ、週末は朝定食もやってるんだ。今度朝定食も行ってみたいな。居心地がいいお店だったな。雰囲気もいいし、銀だら定食もあるみたいだから、それも食べてみたいな。